年の福井県の稚鮎の育成状況ですが、はい、また出荷量なども聞いていただけるかなと。昨年の10月最初にですね、採卵をしまして、そこで、受精させたやつを、小浜の栽培業センターに、持っていきまして、今日栽培業センターから日野川漁協さんの方に、稚鮎、稚魚ですけれども運ばさせていただきました。大きさ的には 0.65g ぐらいで、まず第一陣ということで、今の時期に 0.65g まで大きくできましたので、今後ますます大きくなっていってくれるんじゃないかなというふうに期待しています。